はい、皆さんご飯でございますわよ。えみちゃんお腹すいたね。えみちゃんお腹すいたね。ワンタくんはちょっとお咳が続いていて、昨夜は眠れませんでしたね。トンポくんの咳止めを、お医者さんの指示のもと2回飲みましたが、まあ咳はね1時間ぐらいは止まるんですけどね、1回豚腹飲ませるとね。はい、ももちゃん。はい、ももちゃんね。その後ね、あの咳が止まっていても目が開いて起きているなんかぼーっとしてる感じですね。眠れてはいなかったので、今自分でねこっちからね移動してね寝ましたね。え、ママちゃん、さあご飯だね。え、ご飯食べてけ。ココナちゃん、怖い人いますか？今日も怖い人いますか？あ、ゆみちゃんはですね、ワンタくんのお薬がこれで、ゆみちゃんはお薬減りましたよね。お咳が収まってきたので、でご飯食べたら寝られそうだね。ゆみちゃんのお咳が止まったので、この薬はなしで、あれ、ここ数日パパがやっててくれて、どこへ行ったい、あったあったあったぞ、えみちゃんの薬あったよねえ。ワンタくん元気出してください。あれ、ママちゃん入ったの？ママちゃんちょっとここで食べてて、ここに置いとくからね、ご飯ね、お願いしますね。後でみんなで合流して食べようね、お利口さんね。はーい、それでは、はーい、今日ね、もしかしたらね、食べてる最中にピンポーンってね、療養食がね届くかも。なんかね、昨日パパから連絡があってね、ご飯ないよって。えみちゃん夜中にリブドーク山ほど食べて、えみちゃんも昨日寝てないんだよね、母成人でね。さあ、これお芋さんでしょ、お芋さんとちゃちゃみと、お、どうかなね。えワンタくんも起きると咳が出ちゃうんだよね。これワンタくんのだね。じゃあ、えみちゃんさ、これココナちゃんが食べられない、あ、食べられそうかな、ね、ちょっとこれワンタくんささみダメだからさ、お、起きるぞ起きるぞ、ワンタくんがいい匂いしてきたな。ご飯食べられるかな今日も。うん、えみちゃんそれ食べてみて。あら、ももちゃん食べないの？みんなと一緒に食べるつもりですか？ね、一日ね、ちょっと状態が変わるたびに先生にね相談してるのでね、今先生の返事待ちね。ワンタくんね、昨日いらなかったね。えみちゃんは寝てないね。ねえ、えみちゃん先に食べよ。お芋さんは？ほら、あったかいよこれ、お芋さん。お芋さん、うん、ここで食べる？もっと匂いがするからさ、もうちょっとこっち側で。ここれる？お芋さん。ワンタくんの作っちゃうか。ねえ、ワンタくんの作っちゃう。よいしょ。はい、あら、いい匂いしてた。寂しいね。今ね、先生はね相談乗ってくれてるからね。ねえ、ご飯食べよう。ねえ、ご飯食べよう。昨日の夜も食べられたもんね。ご飯食べよう。
お芋さんとチンケアと、お芋さん今日甘いと思うよ。ね、あ、ささみ食べる、偉いね。お芋さんも食べる、偉い。あ、ささみどっち？おささみか。ちょっとワタくんごめんね。あー、おー、危ない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 。あー、大変だ大変だ。よいしょ。うん。エミちゃんね、ちょっとお薬、ね、ちょっと横になってられる？やだ。ちょっとさ、この硬い方向よ、ここ危ないからね。ちょっと待ってね、エミちゃん薬タイミング伸ばすとね。お薬のようでお薬じゃないからごくんして。はい、こっちあるよ、こっちあるよ、出さないでね。あー、持っていくってことは出すな。うん、お薬飲んだかな。お、出した。ちょっと待ってね、ちょっとお薬ちょうだいで粘り気を出しといて、ささみにくっつくようにしとこうかな。まったく今あげるからね。これ食べて。まんた、まんた、まんたくん。あ、ももちゃん偉い、食べてる。こなちゃん寝ちゃった、ね、みんなが食べ終わったからと思ってんだよね。あ、薬飲んだかな。あ、薬飲んだね。ちょっと待って待って、ちょっとこう、うん、あ、薬飲んだ、偉い偉い。今日はちゃちゃみの日ですか。ちゃちゃみですね。ワンタ君のちょっとペットシーツも、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、すぐね、シーツ持ってくるからね。シーツ持ってくるよ。はい、立ち上がろうね、立ち上がろうね。ね、そこちょっとね、あの柔らかいから寝るにはいいけど、うん、よいしょ。あ、いらいら、あいら、あいらいら、ワンタくんね、昨日眠れなかったから ね、お昼寝しようね、ね、お昼寝しようね。てか保水シートをこのままで ね、今日はね、お昼寝できるといいね。ねえ、お昼寝できるといいね。ちょっとね、湿り気があるのは先ほど体中汚してしまって、ね、ママに吹かれてしまいました。立てるかな、立てる。えんちゃん早いね、いっぱいどくからね、食べてね。これとね、お芋さんと、あとここにほら、おいしいやつがあるからね。で、ももちゃん出てきたら、みんなでリブロック大会で、あ、よし、よし、食べよう。お芋さんと、ねえ、ちょっと起きている間がね、ずっと咳になっちゃったからね、くっつらいね。はい、わかりました。じゃあママ、ちょっとそっちが行かせてね。ね、ここで食べよう。いくよ、せーの、よいしょ、よいしょ、おいしょ、まぐまぐ、まぐまぐ。ココナちゃん、怪しい人いますか？うん、ゆっくり食べて、咳出てるからね。変なとこ入っちゃったら苦しいからね。そう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 、ゆっくり食べましょうね。今日はプールじゃなくてここでいいね、硬いとこでね。エミちゃん、ささみがいい？うん、ギブいってるよ、大丈夫？ココナちゃん、一緒に食べていいんだよ。あ、ごめんね。じゃあお口にポンするよ。お待たせしました。よいしょ、よいしょ、えらい。うん、食べるとき上向きたくなっちゃう。うん、あ、分かった分かった。もうちょっと口に入るといいね。あれだな、もう
ちょっと柔らかくというかお水っぽくしようと言っても、今ママ離れたらワンダ君パタンって行ったり前行ったりするよね。ねえ、すんごい柔らかいんだけど、あ、お芋さんの水分があった、こっちに出た、これをちょっと入れよう。つらいつらい。はい、じゃこのお芋さんで水分がいっぱいあるから、はい、入るかな。ちょっとずつ食べよう、ね、ちょっとずつにしようね。ね、前行きたいんだよね。よっこしょよっこしょ、ココナちゃんも食べて。お、食べてる。ももちゃん偉いね。ちょっと一個ずつ行こう、ちょっとずつ行こう、時間かけてちょっとずつ行こう。うん、分かったよ。はい、ワンダくん分かったよ。横にね、舌が出るから、ママ舌のところに乗っけてあげるから、うん、おー、上手お上手、うん、うん、上手。じゃあお口にポンするよ。はい、お口にポン、お口にポンできた。うん、うん、分かった分かった分かった。あるよ、分かったよ。ねえ、ママご仕事の時パパに食べさせてもらってトリコさんだったんだって。ねえ、ねえ、うん、いくよ、ほら、よいしょ。うん、うん、あ、飲み込めるね。いいね、いいね。はい、よいしょ。前にね、バタ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 行きたいね。よしよしよし、はい。うん、よかった。朝方さ、もう自分で座れない状態だったからさ、ママ心配したね。え、つらかったね。ねえ、ねえ、またご飯食べられたね。エミちゃん終わりですか。エミちゃん終わり、エミちゃん終わり。ももちゃん遊んでんの、ごめんね。ワンタくんね、体調がいまいちなのですよ。ね、みんなで協力し合って、ね。これ食べたいんでしょう。はい、どうぞ。お芋さん入って、あ、そうじゃないの。お芋さんは？えみちゃん、お芋さんは？お芋さんここにあるよ。うん。うん。ゆっくり食べて。うん？ゆっくりゆっくり。ちょっとこっちに持ってこい。おいしょしょしょ。こっちに持ってこよう。こっちに持ってこよう。ねえ、ちょっとゆっくり食べよう。わかった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 。よいしょ。よいしょ。ね、あげるよ、ちゃんとあげるよ、ママ。ね、ちゃんとあげるからね。よし。本当は歩きながら食べられるといいのかな。ねえ。ねえ、夜はプールで食べよう。ねえ、ごめんね、ママここにしちゃった。ねえ、うん、ちょっとお席、うん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 、よし、はいはい。ねえ、豚腹のお席止めがね、2時間は効いてほとんど咳出てなかったんだけどね。もしもししてもらおうね。うん、食べられる、食べる、食べるの、はい。あ、じゃあワンダくんがお口あんと開けたらママ入れてあげるからね。うん、いいよ。ねえ、皆さんちょっと食べ方がねえ、ちょっと食べ方ごめんなさいって言ってね、ね、怒ったよ、怒ったよ。うん、みんなワンタくん頑張ってってありがたいね。いっぱいコメントもらったよね、ワンタくん。うん、よしよし。エミちゃんもうしまい。エミちゃんそのハーハーで昨日夜寝てないんだからお昼にしてください。あ、わかった。さっきチーチもしたしね、ちゃんとしたから、うん、ねえ、前に進みたいのはシートじゃないと思うんだけどな。一回シート行ってみる？ね、そうじゃないってママ決めつけちゃいけないね。可能性があることは何でもやってあげなきゃね。うん、ね、ワンタ君のそのふむふむはシートに行きたい可能性があるね。
よし、わかった。あとはささみの匂いがするからね、プールと違ってね。ちょっと待ってね。はい、ちょっと一回行ってこようか。よいしょ、はいはい、待ってね。よいしょ、はい、ビューンと空を飛ぶワンタくんです。空を飛ぶワンタくんです。ココナちゃん、ちょっとごめんね、ワンタくんにね合わせて。ココちゃん、ご飯食べる？ココちゃん、うん、ワンタくん、ちょっとお口拭いたいけど、お口がすごいこと思ってる。ココちゃん、そこにいるからね。ココちゃん、そこにいるから。ココちゃん、ごめんね、待っててね。びっくりしちゃうよね。ね、ワンタくん今一生懸命食べようとしてるからさ。ダメかな、お席が。ねえ、ねえ、ココちゃん、ごめんね、ちょっとね、ここ開けてあげて。ココちゃん、ほら、ここにあるよ。どうですか、ダメかな、ダメかな、ココちゃん、怖い？あら、ちょっとお顔後で拭いてあげよう。ねえ、お顔後で拭いてあげよう。ワンタくん、お席つらいんだね。もうちょっと食べよう。ワンタくん、ワンタくん、お散歩ですか？ワンタくん、お散歩ですか？エミちゃんはもういいの？エミちゃんもういい？ん？どうですか？エミちゃんどうですか？ねんねして、エミちゃんも昨日ねんねしてないから。あー、はちじくにはまりに行ったぞ、ワンタくん。ちょっと救出してくるね、ワンタくんね。もうちょっと食べるといいんだけど。あ、この隙に、そうだ、これを柔らかくしよう。ねえ、これ柔らかくしよう。諦めてリクイドにしようかな。ねえ、リキッドにしようか。ねえ、ちょっと栄養取らないのは。ねえ、待ってね、ちょっとリクイド、リキッド、リキッド。こんな早いタイミングでこれを使うと思わなかったから、しまい込んでたね。よいしょ、あー、これここから出せるのか。はい、今教室に行くよ。ウェンタくん、待っててね。行くよ。
テーブル、よくしょよくしょよくしょ、ワンダくん、ワンダくん、ママだよ、うん、ママだよ、うん、ママだよ、ママだよ、よし、よっしゃ、ね、先生からも OK って言われてるから、ちょっとお薬飲もうね、お薬飲んでもちょっとの間、ほら、ね、起きてられるから、その間にちょっとさ、水分補給で、よいしょ、よいしょ、みんなごめんね、ちょっとワンタ君優先させてね、今クーラー入れてるけど、暑いかな、ね、エミちゃん、そこのティッシュ取ってくれ誰かそこのティッシュ、あ、ちょっとね、あの髪の毛縛ればよかった。頑張ってるね、ワンタ君。足震えてる。よし、ちょっと薬飲もう。ね、リクイドだからね、多分ね、飲めるからね。よし、お薬飲もう。ね。お薬飲もう。ね。エミちゃん、暑い？あら、クーラー今つけてるんだけどね。もうちょっと下げようか。ね。もうちょっと下げようか。ね。お、抱っこしたらちょっと咳止まったね。ね、冷たい風がちょっとコンコン来るもんね。ちょっと一回下げよう、温度。ね、下げたよ。エミちゃんの母はあれなんだよね、暑いわけでもないし、ちょっと呼吸が苦しくなった時とか、何かしてほしい時とか、かまってほしい時だね。よし、ワンタ君、頑張れるかな。よし、よっこいしょ。で、これ頑張ったらさ、美味しいものも食べる。もう咳出るか。いって、せーの。よいしょ。横になりたい？横になりたい？横になる？これなんだ？これなんだ？ちょっとだけ出してみようか。ねえ。うん。反対用だね。OK。舐められるかな、どんな味がするんだろう、初めてだね。よいしょ、どう、どう、味は、あ、ピラピラしてるね。あ、飲んでくれるね、よかったよかった。ふん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 、飲んでくれるね、よかった。うん、ちょっと待ってね。今一瞬咳が落ち着いて、落ち着いてる間に、あ、ちょっとごめん、ママ失敗した、見えない見えない。よしよし、いい匂いする、これ。エミちゃん、ちょっと待ってね、ワンダ君飲ませてあげるからね。あ、上手上手、あ、上手上手、ゆっくりやってるからね、ママね。うん、上手上手。うん。ね、ご飯よりこっちの方が飲みやすいね。よいしょ。そっちから、そっちから入れてあげよう。うん。下がるからこっちの方が飲みやすいか。うん。あ、うち。あ、よかったよかった。うん。
てごめんなさいねってね、こぼしてね。えみちゃんちょっと待ってね、これだけね、ワンタくんね、うん、ちょっと横になりたいと思うんで、よしよし、うん、そうだそうだ、哺乳瓶買ってあるからそっちに少し入れればね、先っぽ痛くないもんね。うん、もうちょっと飲む？どうだろう、もうちょっと飲めるかな？飲みたい？もうちょっと飲みたいかな？うん？エミちゃん、このちょっとウルソ、ほらこれささみで、うん、ちょっとウルソ食べて、飲みたい。もうちょっと落ちかった、落ちかった、うん、落ちかった、うん、飲みたい、オッケー、うん、分かった分かった、うん、よいしょ、じゃあもう一本飲む、うん、美味しかったの、あ、よかった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 、じゃあお口入れるよ、はい、うん、美味しい、よかったよかった、うん、美味しい、いいよ、うまく飲めなくてもいいよ、ゆっくりゆっくり、うん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 、いるいる、いるいる、上手上手、ママもね、慣れるからごめんね、下手くそでね、ねえ、お席出てる時にほらやっぱり気管支に入ったら危ないから、ゆっくりね、エミちゃんごめんね、欲しいねこれね、ねえ、あーよかった、これでね栄養取れるからね、ね、うん、うん、ちょっとお席が、先生に相談してお席がね、先生のお話が来るまで、落ち着くまでちょっとこれで行こうかね、ねえ、買っといてよかった、ねえ、あやみちゃんちょっと一回これ片付けるよ、ごめん、ワンダくん食べたがるから、ちょっとごめんね、あ、分かったよ、前歩きたいね、じゃあプール行こう、ね、プール行こう、はい、プール行こう、はい、プールで歩こうね、あ、ごめん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 ね、よいしょ、プール行こう、プール行こう、よいしょ、はい、プール、はい、うん、土手しても危なくないからね、土手しても危なくないからね、ワンタくん、ちょっとごめんね、エミちゃんね、ちょっと拭いちゃうね、ちょうどお薬が、ね、お咳が止まったでしょ、お薬効いてきたからね、はい、うぷす、ワンタにお薬飲ませてないけど、お口でごくんできないもんね、ちょっと1時間後起きたらだね、まだ今日ね、ご飯の時間がいつもより早かったからね、いつものお薬の時間には間に合うね、出たい出たい、えみちゃんこれは、えみちゃんこれはどうだろう、ちょっとここに置いとくよ、一回置いとくよ、
じゃうと何食べたい？ももちゃんがほら中に入っててかわいそうだからさ。お芋さんは？お芋さんは？夜中にいっぱい食べたもんね。うん、これじゃない。ちゃちゃみでもない？ワンタ。ちゃちゃみでもない？ちゃちゃみでもないの。ちゃちゃみでもないんだ。ちょっとだけ置いとくね。ね、匂いがしちゃうからね。これじゃない。これじゃない。これは？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 違う？違う？ねえ、夜いっぱい食べたからね。はい。ねえ、エムちゃんが欲しいものが分かるまでハーハーが止まらないんだよね。困ったにゃー。でもこれしかないよ。これしかないよ、エムちゃん。ん？エムちゃん、これしかないよ。探してる？これはね、エムちゃんダメなんだ。ワンタくんのだから。ちょっとお薬を口にポンしちゃおう。ちょうど舌が出てるから。頑張ってお薬ちょうだいで飲んでもらっちゃう。ね、エムちゃんお利口さんだったね。お薬飲めたね。エムちゃんお利口さんだったね。ねえ、あ、サソイミン食べれる？あ、それ持ってったか。それ持ってったということは、ワンタ君のちょっともらう？ん？ワンタ君のちょっともらいな。ささみの上に乗っけてあげるからね。ささみの上に乗っけ、ワンタ君の乗っけてあげるからね。それで下げて、もうちょっと食べな。ね、うん、はい、これがいい。どう？これほら食べてごらん。どう？これまたワンタ君にお薬飲ませてきちゃうね。ワンタ君、チーズ味だよ、チーズ味。せーの、よいしょー。あー、イラ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 イ、あー、イライあー、イライね、ワンタ君。うん、ちょっとお席がさ収まってきたから、お席が収まってきたからさ、エムちゃん、ちょっとごめんね。ねえ、少し、うん、食べられるかも。うん、うん、食べたい？食べたい？食べたいか。あ、食べたい。うん、うん、お席がつらかったね。ねえ、早くお薬飲ませてあげればよかったね。うん。もう一口いってみる？どう？どう？行く？おっと行く。あ、はいはい。はいはい。うん。お席がつらかったね。うん。よし、はい。うん。まあ、お腹は膨れてるからね。昨日たくさん食べたからね。だいぶこれ水分っぽくなってるから、よいしょ、ほんのちょっとね。はい、ほんのちょっとね。エミちゃん、ここにあるよ、ほら。それじゃなくって、歩きたいか。それ同じなんだけどな。よいしょ。うん、多分ね、栄養的にはもうこれで大丈夫だから、歩く歩く歩く。
ママ髪の毛邪魔だね、ごめんね。今日に限ってこうなるとは思わなかったので、何もかもが近くにないね。よし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 。エミちゃん何食べたい？エミちゃん何食べたい？モモちゃん食べてよ。みんなと食べたいね。みんなと食べたいね。のけずりたいね。ガビガビになるまで拭いとこうね。痛いもんね、ガビガビになるからね。薬飲んだ時間覚えとかないとね。ね、よし、のけぞりたい、みんなごめんね。エミちゃんそこにあるよ、サチャミ。チャチャミ硬いのがいいんだね。硬いのがいいね。じゃあこれだ、これがいいね。でもこれたくさん食べたらダメだよ、エミちゃんは。わかった？これこれこれでしか、あ、これか。それたくさんはダメだよ。ん？欲しくてハーハー言ってもさ、あげるときにハーハー言わないでしょ。来れるかな。ほら、ハーハー止められる、ちゃんとね。惜しいハーハーだったね。息が苦しいハーハーじゃなくてね、目欲しいハーハーだったね。じゃあこっちも一緒だと思うな。こっちも一緒だよ、ほら。こっちの方がふやけてるから。エミちゃんさ、ママちゃんに出てきてもらってさ、みんなでリブドッグ大会しよう。ねえ、多分カリカリが食べたいんでしょ。ね。ちょっとカリカリにしよう。待ってね、ワンタ君もう少し。頑張ってるね、ワンタ君。そうかな、薬飲めてよかったな。じゃあさ、リブドッグ大会をしますので少々お待ちください。整理しますね。はい、ももちゃんも早く出てきたい。ごめんね、ももちゃんね、今ね開けるからね。いっぱい残してるね。ももちゃんちょっとこれはダメだ。ささみはいいけどこれダメだな。ちょっと待ってね。
ももちゃんにはこれダメだな。ね。よいしょ。ちょっと一回あげちゃうね。ももちゃん食べたい食べたいになっちゃうからね。あとココナちゃんにね食べてもらわないとね。おー落ちた落ちた。お芋さんはみんな OK だからお芋さんをお芋さんにしよう。ね、これでももちゃんに出てもらうね。まんたくいるよママね。まんたくママいるよ。シート引いとくとみんなここにね、したくなっちゃうからここに置いて。ココちゃんが今度食べたアピールが始まりました。はい、ももちゃんオープンですよ。はい、どうぞ。あ、えみちゃんはリブドッグを狙っている。みんなで食べよう、リブドッグみんなで食べようね。みんなで食べよう。はい、こっち来よう。ももちゃんそれ、はい、ココちゃんも、はい、ココちゃんもママのお口のポン待ってる。お口にポン待ってる。お口にポン待ってるね。お口にポン待ってる。まあ、ベランダ掃除、ベランダ掃除して全身筋肉痛だからねえ、全身筋肉痛だからね。痛痛痛だからねえ、全身筋肉痛だからさねえ。はい、ククちゃん、ククちゃんおいで。せーの、おい、軽い。ククちゃん軽い。ククちゃん軽いね。ククちゃん軽いね。おはよう、改めておはよう、ククちゃん。改めておはよう。おはよう、お待たせしました。お腹すいたでしょ。疲れ。お口にポンしたらさ、夕飯はお口にポンしたらあとは自分で食べるんだよね。三口ぐらいお口にポンしたら、でも朝がねお口にポン待ってるんだよね。ねね。ねえ、まんたくん爆睡ではないけど夜中よりはちょっと眠れてる。よかったね。眠れないと辛いもんね。じゃあココちゃんちょっと待って、あ、これ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 、お口にポン。あー、やっぱりみんなリブドッグ大会か。あ、珍しくささみ食べてる。偉いね偉いね。ごめんね、リブドッグが。はい、どうぞ。ももちゃんは誰かに取られそうになると食べるのね。お、リブドッグ食べてよかった。えみちゃんにもももちゃんと同じの作ってあげようね、今度ね。で、ココちゃんはお口にポンで飲み込むときに生のお肉じゃないと飲み込めないんだよね。どうですか、これ。ほら、開いてくれた。あー、開いてくれたの。ありがとう。お口にポン待ってた。お口にポン待ってたの。お口にポン待ってたの。そうですか。ももちゃんも好き。はい、お口に開けてくれたの。ありがとうね。ありがとう、開けてくれたの。お口にポン、お口にポン待っててくれた。あと3つぐらい行ってみる。そしたら自分で食べれる。リブドクなくなっちゃうからさ。せーの、お口に、あ、開けてくれたの。ありがとうね。口開けてくれたの。お口にポン。そうなの、この生肉がもう手に入らないので、しばらくね予定が立たないので、食の細い、細いっていうか食べ始めるとすごいんだけどね、食が細い朝食のココナちゃん用にポンね、ココナちゃんにとってあるんだ。でもココナちゃん、これなくなったらもうママお口にポンできないよ。
ね、わかったね、違うものも、あら、ちょっと待って、リブ毒なくなっちゃう。でもあんまり急いでもね。まだ食べる？もういい？もういい？お口に食べる？食べる？食べる？あ、食べる。よし、うん、あ、ちょっと待って、お顔に過ぎちゃった。あ、リブ毒食べといて、ほらリブ毒で、あ、なくなっちゃう、なくなっちゃう、ココちゃん、ほらココちゃん、なくなっちゃうよ。あれ、ココちゃん、なくなっちゃうよ。頑張れ頑張れ、もらっちゃいな、もらっちゃいな、もらっちゃいな。ももちゃん、ももちゃん、意地悪しないよ、うしないよ、みんなで食べるんだよ。あ、口にいっぱい入れて持ってった。何それ、何それ。じゃあもうちょっとリブロック持ってくるか。これも食べていいんだよ、ちょっと待って、もうちょっとリブロック持ってくるか。あら、みんなにあげないと。食べちゃった？あ、いた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 、あ、いたいた。ちょっと待ってね、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 ココナちゃんが食べたそうだから、ちょっと待ってね、ちょっとね、柔らかくした方がココちゃんはね、食べやすいんだよね。ももちゃんはもういっぱいリブドコ食べたからもういいんじゃないのね。もう結構食べたよ。でもまあこれ全部食べてもももちゃんにあげていい量ではあるんだけど、今ダイエット中だもんね。ココちゃん、はい、お待たせしました、どうぞ。エムちゃんは、エムちゃんも欲しい、はい、どうぞ。はい、あー、それが欲しかった。じゃちょっとももちゃんあげて、それをしないであげて、欲しかったって。あー、おいしい、おいしい、うん、踏んつけない、踏んつけない、もうちょっと欲しい。はい、ココちゃんはいいな、いいな、あー、でもちょっと食べてくれてよかったなね。やっぱり流動食になってきたかな、ワンタくんね。ねえ、ワンタ君お腹いっぱいでいい夢見てるよ。ああ、もうわあ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 、はい、もらいな。自分で母言ってないで。そうだそうだ、もうごめん、エミちゃん器が怖かったんだ。そんな勢いよく食べないで。ももちゃん、ささみこくれとく、わあすごいね。おお、風が、風がすごい勢いで食べてるね。昨日の夜中もリブドクすごい食べたよ。ココちゃんはね、みんなに圧倒されちゃってね、ココちゃんはね。ね、またゆっくり食べよう、ココちゃんね、ママとね。ママと二人きりで食べようね。ね。はーい。ココナちゃん。ココナちゃん。よく、皆さんにご挨拶しようか。はーい。クーミン家のワンズたちの、朝の慌ただしい食事の、風景でした。ココナちゃんはゆっくりとママと二人きりになったら食べてくれるので、他の子たちが終わったら食べます。でワンタ君がね、ちょっとね、体調がね、日に日にね、あのいまいちな状態ではあるんですが、はい、エミちゃんもハーハー成人でね、夜中寝なかったりとかするんですけども、ワンタ君と交代で寝なかったりとかね、
ココナちゃんはねマイペースで、夕飯食べたらねとっととねあのケージに入ってサークルとか入ってね一人で寝ちゃうんですそれで朝早起きなのね。しっかり睡眠とってねね、はい、あの一日一日ね、あの介護の形もね変わってますけどもね、とっさにねやっぱりねあの準備しとくといいですね。うん、飲んでくれたのでちょっとほっとしましたね。なんか飲み込みが悪いなっていうのがちょっとここに3日あったので、あれと思ったんですね。それで水分を多くして、結構ジンケアをお肉と練ってというか混ぜて水分を多くしてね、でごっくんしたがるのでごっくんしてたんですけど、ワンタね。だけど今ねちょっとね、うん、急遽お席でね飲みづらそうだったので、食べづらそうだったので、お薬とともにはい飲ませてみたら飲んでくれました。はい、それではまた次はワンニャンマッサージでお会いしましょうってありがとうございます。それでは母星人が